それすみません。今ね、アップロード中なんでね、続きの、2両増結側面側ね、シールはステッカー貼っていきたいと思います。まあね、ステッカーはね、正直側面はね、簡単なんで、まずね、これ、一応ね、まあ、試しにね、これ、まあ、正直2両増結と8両基本ね、同じステッカー使ってるみたいなんでね、ちょっとこっちの方で、試して、どの辺のね、枠で切ったらいいか、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、端っこの方使ってね、実践しましょうかね。慶応八王子これか。一応ね、これ試しに枠の、内側ギリギリをね、切ったつもりだったんですけど、全然ね、枠の内側ギリギリどころじゃないんでね。ちょっとはめてみましょうかね。これ先頭車がどっちだっけ？わからん。まあいいや。まあ、用がないです、絶対に。危ね。とりあえずね、種別が左、行き先右なんでね、こっち側に軽くね、つけてみましょうかね。どんな感じになるか。どんな感じだ？ちょっと待ちくださいね。まあ、ちょっとね、画面越しでもね、わかるんですけど、だいぶでかいですね。これね、本当にね、もしかしたら枠のね、ギリギリ、切った方がいいかもしれないですね。行き先に関しては。種別に関してはちょっとどうなるんですかね。種別はちょっと枠がないんで、ちょっとギリギリ狙って切っていきましょうかね。ちょっと試しに。一応ね、ちょっと種別上だけね、ちょっと枠ギリギリにならなかったんですけど、ちょっとね、枠ギリギリ狙って切ってみたらね、こんな感じでございますと。ちょっとお待ちくださいね。まあ、完全にね、枠ギリギリにね、切ると、行き先、種別に関してはいいかもしれないですね。行き先に関してはちょっとね、微妙なところなんですけど。まあ、とりあえずね、こんな感じで特急のね、慶応八王子行きになります。まあ枠のね、内ギリギリをね、切ることをね、今回に関してはちょっとお勧めしたいと思います。ではね、ちょっと先にね、残った3箇所分ね、枠の内ギリギリ、狙って切っていきたいと思いますので、ちょっと無言になります。とりあえずね、今回はね、これ、さっきのね、上なんですけども、完全にね、枠ギリギリ切りすぎたらね、完全に黒枠残ってしまいました。ちょっとね、完全にちっちゃすぎるんですけど、ちょっと貼ってみましょうかね。向き合ってるか、これ。あ、逆だ。こうか。完全にね、枠ギリギリを捨てたらね、枠の四隅全部してたこんな感じでね、まあ、ジャストミートにしちゃいましたね。ちょっとね、あまり、枠ね、ギリギリ、ちょっとね、行き過ぎたら、まあ、ちょっと字が切れちゃってるんですけど、まあ、悪くはないんじゃないですかね。先にね、こっちの、行き先だけね、貼っていきましょうかね、側面。これも多分切りすぎたな、多分。まあ、こんな感じですね。まあ今回は悪くないんじゃないですかね、こっちに関しては。じゃあね、最後の1箇所、カットしまして。
ちょっとね、ここ、最後ね、行き先貼っていきたいと思います。ちょっとね、見づらくて申し訳ございませんね、ほんと。あれ？ね、貼った感じ、こんな感じになります。まあ、やっぱりね、枠の、本当ね、ギリギリを、狙うといいかもしれないですけど、ちょっとね、快速と確定のみね、これ黒枠が入ってるんでね、特急準特急やる方ね、ちょっと入ってないんでね、ご注意ください。じゃあちょっとね、残りやっていきましょうかね。そうですね、ちょっと今回ね、前回、前来たのね、ちょっとここ、失敗しちゃったんですけど、つけてみてどうかな。なんとも言えない大きさっすかね、これちょっと特急って貼ったんですけど。まあ、ギリギリっすかね。実写がね、どんなもんか、俺、まだ撮影行けてないんでね、京王8000系に関しては、ちょっとね、本当に行かなきゃいけないんですけど、近いうちに。まあ、今ね、確かグリーンマックス、あ、グリーンマックスね、マイクロ S から出てる京王のね、新塗装に関しては、確か重量貫通と、今回出てない8期2増のセットだと思うんでね、まあ、グリーンマックスか、マイクロ S どっちかでね、分割の今あるね、64の方もね、ちょっと正直製品化してほしいかなと思います。まあ、加藤からね、1月の出荷が結構、爆弾のようにね、出てきたんでね。なんか新製品、再製品含め。まあ、1月ってなるとね、トミックスの敷島が、発売される月なんでね。まあ、新年明けてお年玉もらう子供たち、もしくはね、社会人のね、社会人とかサラリーマンのお父様方とかね、どうなのかわかんないんですけど。とりあえずね、貼ってみた時計、こんな感じになります。まあ、正直ね、敷島に関してはね、俺、悩んでるんですよね。トミックスどうしようか。まあ、微妙なところなんですよね、本当に。とりあえずね、最後の、特急1箇所に貼っていきたいと思います。最後の特急に貼った1箇所、こちらになります。まあ、そんなに悪くないっすね。まあ、枠の、これ、うちギリギリなんですけど。ちょっとね、やっぱりね、特急の9の字の方がね、ちょっとバランスはね、悪くなっちゃっております。申し訳ございません。まあ、とりあえずはね、こんな感じでね、側面の行き先表示になります。非常に今、前面のやつアップ、えー、あの、アップロード済み、アップロード中なんでね、ちょっとね、アップロード、誤差が出ますがね、ちょっとご了承ください。やっぱりね、ステッカー貼らない人はね、多分、売るときのことをね、考えて多分貼ってないのかなと思うんですけどね。まあ、正直、買う側からすればね、まあ、ステッカーが貼ってあると安いっていうこともあるんでね、まあ、正直、俺は結構好きなんですけど。まあ、とりあえずね、また、今月あれか、北総9000系の引き取りね、行かなきゃいけないんで、あとはね、南部支店の鉄、これもね、そろそろ出るはずなんで、それもちょっとね、まあ2セットか3セット。まあ余裕があればね、買ってみようかなと正直。まあ最低1セットは欲しいんでね。発売されればちょっとね、見てこようかなと思います。ではまた次回の動画で、お会いしましょう。ありがとうございました。